アスタラーダは、カタルーニャ州のスペインからの独立、または、カタルーニャ語圏の独立の支持を表明する際に、カタルーニャ分離主義者によって振られる非公式機。カタルーニャ語でエストルは、星を意味し、エストラダは、星付きバタを意味する。複数型は、アスタラーダス。正式名は、サニエーラ・ースタラーダ。スペイン語発音はエステラーダ。カタルーニャナショナリズムにおける、 体制講義の象徴として使用され、1970年代末のスペインの民主介護に存在感を増している。2012年カタルーニャ独立デモジのアスタラーダ、アスタラーダのデザインは黄色地に4本の赤線を横に引いた伝統的なサニエーラを元にしている。カタルーニャ周期であるサニエーラ同様の赤色と黄色の欧線に加え、左端には青色の三角形を描き、 その中に白色の五芒星を描いている。かつてスペイン領だったキューバは、米西戦争後の1898年に、プエルトリコは同じく1902年に独立を達成しており、アスタラーダはこれらの国の国旗に着想を得ている。後には、三角形を青色ではなく、黄色とし、五芒星を白色ではなく、赤色としたデザインも登場したが、一般的には、 青三角と白星を用いたものが、アスタラーダと呼ばれる。いずれにしても、アスタラーダに描かれる一つ星は独立運動を象徴している。アスタラーダはあくまでも暫定的な象徴であり、もし、カタルーニャ共和国がスペインからの独立を達成した、暁月には、サニエーラが国旗になるとされる。カタルーニャ主義者は19世紀末期のキューバ独立、運動にも注目しており、 1906年に、キューバ独立戦争が終わると、サンティアゴデクーバに、カタルーニャ主義者センターが設立された。この頃にはすでに初期のアスタラーだが、すでに存在しており、サニエーラの中にご棒を持つ白帽子がデザインされていた。カタルーニャ地方で明確な民族主義的意図を持って、一つ星が示されたのは1904年以前のことで、あり、カタルーニャ主義者連合によって、 ビダ、ラストレス・ブランケスを記念した切手にデザインされた。あとの1906年には、カタルーニャ人亡命者によって、サンティアゴデ・クーバで発行された、放楽・リロンス、死の大事に一つ星が登場した。第一次世界大戦終結後の1920年代には、ウッドロー・ウィルソンアメリカ大統領の支援を受けて、ヨーロッパには、国民国家建国の波が訪れた。 国際連盟は多くの国家に独立の機会を与え、1918年にはチェコスロバキア、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、アルメニアが独立を達成した。一方でウクライナ、ベラルーシ、グルジアは独立を宣言したが、すぐにソビエト連邦に併合された。カタルーニャではカタルーニャ代表委員会が独立に向けて、 最も活発に活動した。このような状況で独立の象徴として旗が必要となり、当然のように旗には一つ星が描かれた。青色のアスタラーだが初めて使用されたのは1918年のカタルーニャ国民の日に向けたパンフレットであるとされる。ビセンク・アルベルト・バリャステル・イ・カンプスがデザインしたのではないかとされている。 アスタラーダが登場する最初の写真は1918年に公表され、その写真では若いアメリカ人たちとカタルーニャ分離主義者のグループが双方の旗を手にしていた。ミゲルプリモデルベラによるクーデターが起こる前、1920年代に過激な分離主義者が発行していたラトラーラ氏の最終号にはアスタラーダが使用された。また、カタルーニャ代表委員会によって、 カタルーニャ語とアラビア語で書かれた出版物にはスペインに対して反乱を起こしたモロッコ人指導者への挨拶や激励のためにアスタラーダが使用された。キューバにおいては1920年にラノバ・カタルニア氏の大事として初めてアスタラーダが登場しカタルーニャ分離主義者による他の出版物にも取り入れられた。1926年のプラッツダ無料へのの際、 後に、カタルーニャ政府首相となる、フランセスク・マシアは、アスタラーダを振った。カタルーニャ人志願兵が投獄され、パリに移送されて、裁判にかけられる間にも、この旗が登場した。カタルーニャ分離主義者の政権議会によって、1928年には、キューバでカタルーニャ共和国の暫定憲法が書かれて、承認された。暫定憲法の第3条には、 カタルーニャ共和国の公式機として、黄色地に4本の赤線、青色の三角形の中に白色の五芒星を入れたデザインが考案された。アルジャン島ーナにある落書き1931年から1936年のスペイン第二共和聖火でもアスタラーダは頻繁に登場した。しばしば資金不足のために3色ではなく2色の旗が使用されたが、 青色の三角形に白星を持つ伝統的なアスタラーダは維持された。1930年代以降のカタルーニャ独立主義者の葬式ではアスタラーダの青い三角形部分以外を黒布で大腕伝統が始まった。フランコ独裁時代を通じてカタルーニャ国民前線はこの旗を使用した。1960年代カタルーニャ国民前線の青年支部には カタルーニア国の民族解放のための社会主義者党と呼ばれる派閥があった。サンは社会主義、マルクス主義的思想を明確にするために、1969年にアスタラーダの白星を赤星に変更することを決定し、3の会合で新デザインのアスタラーダが登場した。マルクス主義統一運動と左派民族解放ブロックが解散する際に2つのデザインが統合された。 当時は赤星や黄色い三角形が社会主義や共産主義分離主義の象徴だった。1970年代中頃には3がさらに分裂し新たに設立されたマルクス主義統一運動は白い三角形の中に赤星を入れた新デザインを使用し始めた。一方で3は黄色い三角形の中に赤星を入れたデザインを保った。 1968年以降には、黄色地に赤星のアスタラーダが、左翼、自由主義者、共和主義者と関連付けられるようになった。1970年代末以降に民主化が、達成された後も、アスタラーダは、カタルーニャの自由の象徴として残った。1989年に、ヨーロッパの共産主義が崩壊した後、エストラダグロガに描かれた赤星は、本来持っていた。 左翼の意味を徐々に失っていった。今日においては伝統的なカタルーニャ色で歩き、赤、青を用いたオリジナルのアスタラーダが用いられることが多い。2010年代にカタルーニャ独立運動が高まりを見せると、アスタラーダは旗や画像としてあらゆる場所に登場するようになっている。バレンシア地方の民族主義者はエストレラーダを用いることがある。この旗は バレンシア地方の首都である、バレンシア市の旗をベースとしており、アスタラーダ同様に左端に白色、または赤色の五ぼ星を描いたものである。白色の五ぼ星のバージョンは20世紀初頭からバレンシア主義者によって使用されている。バレンシア地方は、カタルーニャ地方に含まれないとする、バレンシア分離主義者のことを、ブラベルスタと呼ぶことがある。アンダルシア地方、アラゴン地方、 ガリシア地方などでも、カタルーニャ地方のアスタラーダ同様に地方儀に赤星を描いたエステラーです。エストレラーですが作成され、スペインからの分離主義運動に使用されている。ありがとうございます。